はい、こんにちは。沖縄おばばでございます。すよすよと寝てますね。可愛い,いですね。はい、えー、皆さんね、なんというか、あ大きな前進というか、大きな一歩というかね。はい、えー、ありました。はい、な、何かというと、これ、まあね、あれなんですけど、スペーですね、スペー。はい。スペーのイーン,ンですね。 スパニッシュですね、スパニッシュ。はい。スパニッシュで、えー、アウトあ。政府が認めたということです。はい。何を認めたかというとね、なんと、あの、連合国ですね。連の合国ですね。はい。連の合国。別名、国のね、国のあるね、連連と言いますね。はい。えー、それの指示で、えー、お空にね、はい。 お空にへいろいろとね、マッ末金庫をマッキンコしていたということです。いわゆるジオエンジニアリングのことでございますね。はい。ジオエンジニアリングをやっていたということです。ジオエンジニアリングは別名。何というか皆さん。これは皆さん知っていると思います。はい。ーこれを言うとね、 えー、あんまり良くないので、はい、えー。正式名称で言わせていただきます。はい。ジオエンジニアリングが、ああ、聞こえの良い,い言葉となっております。はい。わ、えー、からない方は、ジオエンジニアリングで検索してください。はい。えー、スペーのね、イン,イ,ンインのね、アウト。政府がやっていたことを認めました。はい。それは、 国があるね、年齢の指示だったそうです。ということはですよ。ということは、もちろん、ね、その加盟国ですからね、日本も。はい、えー。そういうことでございます。日本もジオエンジニアリングをね、やっている。 ということですね。はい。えー、国のね、連々からね、はい。要請があれば、やるということなんですよ。はい。皆さんね、これはね、えー、陰の暴論だってね、えー、言う人も多いですけど、違いますから、はい。はい。えー、スペーのね、えー、スペイ の因因でねはい認めましたからやっていることをそういうことでございます院のね暴論ではなくて因の暴々ということになりますはい論がつくのとつかないのとでは全く意味が違いますからねはいそれで 何をね、マッキンコマッッキキンンココししていいたんでしょうかっていうか、ここら辺はねよく皆さんご存知だと思います。いろいろなねさまざまなね、えー、銃のね金属とかねはいまあ正式にね書いてありますからねここら辺はジオエンジニアリングをね検索すればはい、えー、名目は温暖化防止でございます。 そういった名目でやっていますけど、実際にはどうなのか皆さんもご存知ですよね。はい。えー、ね、何、何をね、こう、まっきんこまっきんこしてるんでしょうか。はい、えー。よく考えてください。はい。いろんなものがありますからね、きっとね。はい。えー、それによってね、いろんなものがね、こう、 なんてポピュラーになったりね、流行したりとかね、しますからね。はい。まあ、そういうことでございます。スペーのね、インインが認めたということでございます。はい。ヌッポンも認めないんでしょうかね、これ。はい。まあね、えー、キャンディーですね。アメの国ではね、もうこれ、あの、教科書に書かれてますから。はい。教科書に書かれてます。地方のね、えー、エンジニアリング。 というのはね、教科書に出てますからね。そういうことでございます。はい、えー。一応ね、こちらの記事も貼っておきますので、皆さん見に行ってください。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。